ジョン・ウェーバーはニューヨークやシカゴを拠点としているアメリカ合衆国のジャズピアニストにして作曲家であり、その作曲とパフォーマンスは世界中の多くの国で批評家や一般大衆から評価を得ている。ほぼ独学で絶対音感と驚くべき旋律に対する記憶力を有している。彼は NPR でピアノ・ジャズ・ウィズ・ジョン・ウェーバーという番組のホストを務めている。 ウェーバーはかなり若い年頃から演奏を始めた。長年シカゴで生活しながら演奏し、現在はニューヨークで暮らしている。アメリカ、ヨーロッパ、インド、日本、オーストラリアにおいて幅広いミュージシャンと共演し、レコーディングを行ってきた。ウェーバーのアルバム、ジャズワゴンは1993年にリリースされ、続いてライブアルバム、フライングキーズ。 作曲家 J. リビングストンとレイバンズの曲を集めたアルバム It's Never Quite the Same がリリースされた。最新アルバムシンプル・コンプレックスには彼自身が作曲した作品が含まれている。2004年にリリースされピアノのウェーバーに加えドラマーのマーク・ウォーカー、サックスのエリック・アレクサンダー、トランペット奏者のディエゴ・ウルコラとロイ・ハーグローブ、ベーシストのアビシャイ、公演、 ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン、ピーター・ワシントン、ビブラフォン奏者のゲイリー・バートンが演奏している。ウェーバーは、フロム・ジョ・プリンツ・ジャレット、100 years of ピアノ・ジャズというタイトルの人気コンサート、シリーズをプロデュース及び演奏し、ニューヨーク・タイムズ・紙や、ウォール・ストリート・ジャーナル・紙などから好評を博した。ウェーバーの放送出演には、ピアニストのコ・マリアン・マクパートランドとの NPR の 番組、ピアノジャズ、ジュディカー・マイケルとのジャズ・インスパイアードがある。2012年に人気番組、ピアノジャズの最新バージョンにてホストを開始した。2011年秋に長年のホスト業を辞任したマクパートランドから引き継ぎ、現在は NPR のピアノジャズ・ウィズ・ジョン・ウェーバーと呼ばれている。ありがとうございます。